黒川敦彦氏が自身のチャンネルの動画を多数非公開にしているようです。証拠隠滅と、 動きと取れるような気がしますが、いかがでしょうか。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございますえ。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えただいま、令和5年の7月22日土曜日、時間が、えー、22時30分になろうというところでございます。はい、え今回はですね、黒川厚彦関係のですね、まあ、動画ということになります。え黒川厚彦氏はですね、まあ、一応チャンネル翼だったかな、まあ、そういったところで、まあ、チャンネル登録者数がですね、まあ、20数万人 いいるという、まあ、結構、ね、大きなチャンネルということであるんですけれど結構ですね動画の方が、まあ、以前は、ね、あのたくさんあったはずなんですけれど今はまあ結構限られた数しかまあないということなので、まあ、ちょっとそういったところをお話をしていきたいと思います。でまあ、特にですね私が問題視しているのはですね、まあ、橘が まあ、立花隆がですね、反射とつながりがあるようなことをですね、まあ、この黒川敦彦氏が、まあ、何度もね、あの、言っているということでありまして、まあ、しかしですね、これに関する証拠というのがですね、まあ、はっきりとは出されていないと私は認識をしておりますということで、まあ、ちょっとね、あの、インターネット上で、ね、まあ、これ関連の、まあ、あの、 動画、動画といいますか、ツイートなどをですね、まあ紹介していきたいと思います。ということで、ちょっとね、画面の方が、えー、切り替わります。ということで、えー、まずはですね、えーまあ、片岡正史さんの、まあ、ツイートを紹介します、えー。こちらがですね、6月の、まあ、 かかな6月10日の、はい、ツイートになります。まあ、ちょっとね、あのー、切り抜き動画がこちらにありますので、ちょっとまた後で見ていきたいんですけれど、まず,まずツイートを見ていくとですね、はい、えー、黒川さんによると、立花さんが反社からお金を借りていて、えー、青汁王子と堀江門が、えー 月、数百万円建て替えているとのこと、証拠があるとのことですが、果たして、今回の件は冗談では済まされなくなっているので、続報を注視しますということでございます。というわけで、まあ、ちょっとね、動画の方、短い動画なんですけれど、切り抜きで短い動画なんですけど、まあ、ちょっと再生してみたいと思います。はい。ここにホリエモンも出ておりますね。 まあ反社への返済だけは、こう、なんとかしないといけないんですよね。それはまあそうだ。まあ、ここにはい。まあ反社へのね、返済という言葉がまあ聞かれたと思います。まあ。 これに関しては、ですね、まあ、先ほども言ったんですけれど、えー、証拠がですね、えー、提示されていない、立、ま、花、あ、隆投手もですね、まあ、黒川敦彦氏に、まあ、直接ですね何組とかねそういう話をね聞いた時もときもそういう動画がね確かあったと思うんですよね、青汁ヒルズの前で、えー、そういうねやり取りの動画があったと思うんですけど、まあ、その時もですね、き、え、も、ーまあ、しっかりとね、えー、答えないという。 シーンも見られましたけれど、いまあ、未だにですね、私としては、証拠は、ね、提示されていないと認識をしております。で、ま,あ、また別にですね、こういう、ね、ツイートもありますということで、まあ、ちょっとツイート 今なんか呼び出してこちらがですね、えーまあ、先ほどの片岡正史さんのツイートの、まあ、前日ですね、6月9日のツイートになります。えー、こちらね、あの動画のサムネイルがまあ出ておりますが、えー、こちらにはですね、立、は、花、い、が反社から借り入れ確定情報ということで、まあ、あの結構ね、あのセンセーショナルなはい。あの まあ、サムネイルになっております。相関図、暴露とかね。まあ、いろいろと書いてあるわけなんですね。で、まあ、こちらね。あの、立花隆が反射から、えー、借金、確定情報、名前も判明、すべて内部告発情報。え立、ー、花と Z リーが共謀してガーシーを騙したことでガーシーが逮捕された。青白王子、ホリエモンも関与するこの事件の黒い相関図を完全暴露します。SNS マシアの実態、えー、衝撃の内容です。ということで、まあ、暴露動画というのが、まあ、あるんですけれど、 URL が、ね、ここにあって、まあ、これを、ね、クリックすると、一応リンク先に飛ぶんですが、はい、リンク先がです、ねまあ、このような形になっておりまして、ちょっと読み込みにちょっと時間がかかっているんですけれど、はい、ちょっとお待ちください。えーとはい、で、まあ、動画を、ね、再生できませんと、まあ、なっているわけですね。この動画は非公開ですと、まあ、なっておるわけでございます。 というわけで。で、まあ、またですね、このようなまあツイートもあるんですね。えー、こちらがですね、こちらは、相関図もね、あのサムネイルで出てるんですけれど、こちらがね、7月13日ですね。まあ、結構最近の、えー、ツイートになります。ガーシーを使って恐喝を行っていた秋田慎太郎、そこには波川会などの反射も関わっていた、スキャンダルを暴露されたくない被害者たちは被害届も出せない。 えー、反社のしのぎにもなっている SNS マ,マヒア業、えー、立花隆も深く関与し国政政党の中枢で行われてしまっていたということで、まあなんかね、あのこういう相関図がね、まあ出ているわけなんですが、えー、まあ10.2万回表示と、まあ、出ておりまして、 まあ、こんな感じですね。87件にツイートと。で、まあ、こちらもね、解説動画の URL がここにあるんで、えー、クリックをするんですが、はい。えー、まあ先ほどとね、まあ結構似たような感じなんじゃないかなと思うんですけれど、はい。ちょっと今、呼び出し中ですね、えー。ちょっとお待ちください。えー、ということで、はい、えー。こちらはですね、はい。えー ちょっと先ほどと表示が違いますよね。えー、名誉毀損の申し立てに基づき、この国のドメインではこのコンテンツをご利用いただけませんという形になっております。はい。でですね、えー、ちょっと、はい。ここで、まあ、チャンネル翼のですね、まあ、ページを見てみます。えー、チャンネル登録者数26.3万人で、えー、動画がですね、9本なんですよね。はい。まあ以前ね、もうちょっとたくさんあったと思うんですけれど、まあ今ね、あのー、 こういう形で、まあ、世界情勢の関連のね、えー、な動画がまあ並んでいるわけなんですけれど、はい、まあちょっとね、あのー、現状、こんな感じになっていてですね。まあ ちょっとね、どういう意図でこれをされているのか、ね、あの動画をね、非公開にされたのかっていうのはちょっとね、わかんないんですけれど、まあある意味ね、あの、これ名誉毀損の内容の動画がね、あの、たくさんありましたので、まあそういう意味ではちょっとね、証拠隠滅になりかねない、えー、そんな感じは満たす、まあするわけなんですね、ということで、まあちょっとね、そういうところは問題使用したいと思います。というわけで。 まあ今回はですね、えー、黒川敦彦氏に関する、えー、お話でございました。というわけで、えーまあ、もしね、あのよろしければ、えー、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あ、そうですね、あの、ちょっと、えー、っと、 今ね、あの私が着ているシャツ、ね、気にな,るなられる方がおるかもしれませんので、ちょっとね、URL を紹介しておきます。もう別にこれ、ね、あの買っていただいたからといってですね、我々にお金が入るわけではありません。ちょっと私もネット上でこういう、ね、あのページ見つけて、まあ、それで以前、 まあ数年前に買ったやつですね。まあ、2650円という形になります。はい。えー、ということで、まあ、これですね。はい。ブックアスとまあ書いてあります。ということで一応ね、あの概要欄の方にまた URL。URL、ちょっとね、概要欄の下の方にまあ,ありますので、まあ、興味ある方はまあ見ていただければと思います。ということで。 以上です。はい。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい。どうもありがとうございました。